だがこんな個人の魔力でこんな。かつて核に挑んだ男がいた。男は肉体を鍛え、精神を鍛え、技を鍛えた。だがそれでも届かぬ高みがあった。しかし僕は諦めるわけにはいかなかった。だから修行を重ねた果て、一つ答えにたどり着いた。核で蒸発しないためには自分が核になればいい。この強靭が！真の最強をその身に刻め。これぞ我が最強。I am